今回は「立ち読みしなさい」「美しいほどシンプルな成功術」を紹介しますこれまでの人生の中で夢を叶える方法を教えてもらったことがあっただろうか頑張って勉強しなさい努力しなさい志を高くしなさい夢を紙に書きなさいそのような内容ではなく 小学生にでもわかる具体的で明確な方法です。両親や学校の先生、友人、恋人、著者、芸能人、会社の社長や上司など、誰でもいいので夢を叶える具体的な方法を、一度でも教えてもらったことがあったでしょうかおそらく、ほとんどの人が教えてもらったことすらないはずです。 本書は認知科学者として長年研究してきた私の理論を極限までブラッシュアップ、そして本邦初公開となる確実に夢を叶える方法を書きました。大きな秘密です。しかも、あなたが夢を叶えるまで3つのステップしかありません。いいですかたった3つです。誰も聞いたことがない、美しいほどシンプルな成功術だと断言します。 タイトルとインパクトのある表紙につられてつい立ち読みでパラパラめくりました内容に引っかかるものがあり後日また立ち読みで一部読み3回目の立ち読みでさらに少し読んで結局買ってしまいました自分がこう進みたいと思っても進めないその正体向上性維持機能に関しての説明の部分が非常に気になったのですが 果たしして本当に見覚えののあるものでしたたとえ本人が気に入らないと思っていてもコンフォートゾーン化した日常に慣れきってしまうとチャレンジができなくなってしまう一連が腹に落ちる感じで理解できましたチャレンジをしたいけどなかなか初めの一歩が踏み出せない方にはとてもおすすめの一冊です「苫まべさん何かあったん?」 ってていいうくくらら今ままでのの著者の本より明らかに読みやすすなっていますあ、もちろん、いい意味で大げさに言うと、トマベチさんの理論を誰かが変えたのかというくらいに読みやすく、わかりやすい、なんというか、かなり我々庶民レベルまで降りてきてくれた感じです。 最近のトマベチさんの本ってそれまでのトマベチさんを知っていないとわかりづらい本が多かったから勝手な推測だが新たなミッションでもできたんじゃないか結局何が言いたいかっていうと これまでトマベチさんを知らなくてもいいこれまでトマベチさんの本を敬遠してたトマベチさんの本は難しくてわかりにくいって思ってた人はこの本からトマベチさんをぜひ知ってほしいいやこれまでのトマベチさんの本は読まなくていいからこれを読めばいい以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は、 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。